よし。負けました。負けました。大きく負けました。今回は6月3日5時からオープンする新ノードバージョン 1.4 を紹介します。今回は6月3日5時からオープンする新ノードバージョン 1.4 を紹介します。5時からか。5時からですよ。これ見た？なんかアイテムが、これなんだろう、これなんだろう、ボウガン、これなんだろう、帽子、風林火山。儲かってないよ、負けたよ。ノード 1.3 からの変更点、新エクステンション 4種登場。各ノード1種ずつ。レベル60ノード。レベル60ノードを MCH プライム専用に。コンティニューにかかるガム費用をノードレベルに応じて変更。ノード 1.4 のでのレベル元のコンティニュー費用。10、20、30、40、50、60。ノードクリア時に HP が0だったヒーローについては、そのヒーローの及び装備エクステンションに対し CE を付与しないルールに変更。ノードのレベルとヒーローエクステンションのレベル3に応じて獲得量を変化させる。高レベルのヒーロー、エクステンションで低レベルのノードをクリアした場合、獲得する CE は少なくなる。安田記念？ああ。安田記念？宝塚記念じゃなかった？安田記念だったね。濃度のバランス調整日を設定。濃度のレベルとヒーローエクステンションのレベル差に応じて CE 獲得量を変化される。高レベルのヒーロー、エクステンションで低レベルの濃度をクリアした場合、獲得 CE は少なくなる。アタナソフなんだ。結局アタナソフはアタナソフバージョン 1.4 になる。ハンマーシリーズ。アタナソフバージョン 1.4、ハンマーシリーズ。PHY に特化した。マジで？ハンマーシリーズは PHY に特化したステータスを持ちます。また、ヒーロー自身にかかったPHY の上昇効果をさらに向上させるスキルを持ちます。お、いいね、これ。戦闘の敵に PHY ダメージ。自分の PHY がアップしている分に応じて、わずかに PHY をアップ。ん？アップしているは、バトル中に初期値以上になっているステータスを指します。ハンマーシリーズ。審判の、なんて読むの？ハンマー。ジャッジメントハンマー。鉄槌？槌？ジャッジメントハンマー。鉄槌？ストーンハンマー。ブレイブハンマー。エリートハンマー。なんかダサくなった、エリートハンマー。
エリザーマだ、ハンマー。なんだって？このダメージがどれくらいかわかんないな。戦闘の時に BHY ダメージ。どれくらいのダメージか。ハンマーか。わずかに PHI アップ。自分の PHI がアップしてる分に応じて、わずかに PHI アップ。ハンマー。アンティキラー、アンティキティラー、バージョン1.4。ボウガンシリーズはイントが高く、さらに AGI もわずかにアップするステータスを持ちます。イントが高く、AGI、ヒーロー自身にかかったイントアップ効果を向上させるスキルを持ちます。ああ、ハンマーと、ついのね、イントダメージ、イントアップ分、わずかにイントアップ。バリスタ、クロスボウ、ウィズダムボウガン、エリートボウガン、ボウガン。コレルス 1.4。 クラウンシリーズは AGI に優れ、イントもわずかにアップするステータスを持ちます。また味方に回復効果を与え、ヒーロー自身にかかった AGI アップの効果の向上させるスキルを持ちます。味方にこう回復効果を与え、やっぱホレリスは回復なんだね。AGI に優れ、クラウンシリーズは AGI に優れ、イントもわずかにアップするステータスを持ちます。わずかに。味方に回復効果を与え、ヒーロー自身にかかった AGI をアップさせる、AGI アップの効果を向上させるスキル。最も HP が低い味方に回復。自分が AGI アップしている分に応じて、わずかに AGI アップ。これなんていうの？エンペラークラウン。面冠？なんていうの？エンペラークラウン。トランサークラウン。宝冠。ウィズダムクラウン。エリートクラウン。クラウン。チューニングプライムノード。プライムノードは MCH プライムに登録したプライムユーザーのみが挑戦可能なノードです。軍配シリーズは PHY と INT がバランスよくアップするステータスを特徴を持ちます。 PHY と INT、味方の INT をアップするスキルを持ちます。お、いいじゃん、これいいじゃん。味方のイントをアップするスキルを持ちます。これいいじゃん。戦闘の敵に PHY ダメージ。おい、すごいいいじゃん、これ。最も HP の低い味方のイントを、このイントの、イントの、来た？イントをこのヒーローのイントに応じてわずかにアップ。なんだこれ。サン、スカーレット、スカリット、スクリプト、軍配。凡事軍配。縦行事の軍配。軍配オブ縦行事。ブレイブ軍配。エリート軍配。軍配。軍配欲しいね、これね。軍配欲しいね。クラウン回復？PHY とイントと回復と、軍配は何だっけ？軍配は何？イント。戦闘の敵に PHY ダメージ。何？戦闘の敵に PHY ダメージなんだけど、イントを上げるんだ。
変なの軍配。なんかあれだね。これさ、ノードレベルとヒーローエクステンションのレベル3に応じて、C 獲得量を変化する。あのさ、今までは、回転効率は一緒だったんだよ。ホリリス60回ろうが、ホリリス20回ろうが、どこ行っても回転効率は一緒だったんだ。経験値の量は一緒だったんだよ。それを変化させますよってことなのね。レベルの低いところ回ってると、C 獲得量が少なくなるよ。ってことはさ、ハンマー、クロスボウ、冠、軍配。ハンマー、クロスボウ、冠、クラウンシリーズ、クラウン、軍配。ハンマー、クロスボウ、負けたよ。ハンマー、クロスボウ、ハンマー、クロスボウ、来てるの？ハンマー、クロスボウ、クラウン、軍配。お、すげえ来てんな！すげえな！94万5千？マジ来てんな。勝ったろうな。もうあれだよ。勝ち組はもうあれだよ。余裕だよ。勝ち組は余裕だよ、もう。いくらでも勝ってる。一回切るね。